そういえばさ、この間さバーベキュー行ったじゃん。あの時のさ写真さ、めっちゃいい写真できたんだよね。だから現像しちゃった。あ、分かった。はーい、じゃあね。明日バイト頑張って。はーい、じゃあね、バイバーイ。もしもし。マジでどうしたの？コウキがどうしたの？死んだの。え？自殺だって。首吊り自殺。よかった。ねえ、マチ大丈夫？あのさ、なんて言ったらいいのかな。この間さ、言ってた。よかった。マチ？ねえ、マチ、ちょっと待ってね。ねえ、マチ大丈夫？ねえ。
ーい。はーい。あ、宅配便です。あ、はい。はい、すいません。じゃあサインの方お願いします。はい。はい、はい、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お母さん、もうなんで急に送ってくんの。お兄ちゃんが結婚することになったからちょっと部屋が狭くなっちゃったのよ。あんたのもの送ったから自分で処理するなりしておいてよ。マジで。あれ、ランドセルなんてもう捨ててなかったっけ。ああ、それ小学校の 1,2 年生ぐらいの時にあんたの友達でともこちゃんっていたでしょ。ともこちゃん交通事故で亡くなって、それともこちゃんのお母さんから遺品としてもらったのよ。全然覚えてない。っていうかこういうのって捨てていいの。知らないわよ。とにかく送ったからあとはよろしくね。じゃあね。あ、ちょまっ。うちだって狭いのに。りえちゃん、りえちゃん、久しぶり。ん？はい。ともこだよ。ともこちゃん？誰？りえちゃんからおもちゃの時計もらったともこだよ。誰？わかんない。ひどい。ともこちゃん。知らない。ひどい。中学生の女の子が遠足の途中ではぐれたんだって。それで知らないうちに御前様の祠に入っちゃって、何日か経ってその子殺されたらしいよ。自宅でバラバラになって。それが御前様の仕業ってこと？
御前様は手も足もないから基本は動けない。だけど午前0時になると動けるようになる。動けるようになった御前様は決して許さない。聖域を汚した人間には必ず罰を与える。この間みんなで山へキャンプに行った時、洞窟に入ったじゃない。あそこ実は御前様の祠だったらしいよ。マジ？怖かった。もうやめてよ。あれ？これってこの間のキャンプの帰りにたかしに買ってもらったの。捨てたの？別れたから。嘘。いつ？3時間くらい前かな。今さっきじゃん。大丈夫、今はもう逆にスッキリって感じ。そんな時にごめんね。いやだ、本当に大丈夫だから。飲もう飲もう飲もう。あ、ごめん。いいよ、私やる。テレビつけていい？うん。サチはさ、彼とどうなの？今？喧嘩中。え？喧嘩中？だからうちに来たの？最初は記念とこ行ったんだけどね、あいついなくって。うちは2番目ってことか。サチ？なんか寒い。この部屋寒くない？そう？上着借りていい？お迎えだよ。え？よくここってわかったね。じゃあお前ここしかないだろ。もう来るなら来るで連絡ちょうだいよ。1秒でも早く迎えに来てやろうと思ってさ。そっか、なら許す。じゃあ帰ろう。
どういうこと？じゃあこの間のキャンプの時に。ごめん。ちょっと二人きりになった時に高志くんに迫られちゃってやっちゃった。最低だよね。高志くん、はるかの彼氏なのに。しょうがない。え？許してくれるの？私は彼氏よりも友達の方が大事だから。だよね。これからも友達でいようね。その子殺されたらしいよ。自宅でバラバラになって。御前様の仕業ってこと？上着借りていい？御前様は決して許さない。聖域を汚した人間には必ず罰を与える。ずっと友達だよね。
ありがとう。ごめんね。だよね。